令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧を発表し、17種類の新兵器開発研究概要を明記しました。今回は、島嶼防衛で、BAC-3 超えの防空システム構築化を詳しく見ていきますね。レールガン開発も進み、量産間近となる中、ドローン対策も、三菱レーザーシステムが量産間近、日本の技術は世界屈指となってきます。電力がいるけどね。防衛省が、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧なる文書を発表したのは、9月8日のことでした。その中には、17種類の新兵器開発研究概要について明記されているようです。その中の新地対艦、地対地精密誘導弾ですが、1週間ほど前の8月31日に提出された来年度防衛予算の概算要求に入ってはいましたが、8月時点での詳しい説明はありませんでした。ただ載せただけといった感じだったようですね。そういった前提があったので、概算要求の主要事項で入れ替わりになった島嶼防衛用新対艦誘導弾の名前を変えたものではないかと推理する人が多かったようです。つまり、物は同じなのに、別の名前で要求して予算をゲットするつもりだろうと推理した人が多かったということですね。政府のやり方がかなり国民に知られてきているという証明かもしれません。では、新地対艦、地対地精密誘導弾や、実際の新地対艦、地対地精密誘導弾とは、一体どういうものなのか、見ていきたいと思います。何回も出てきますので、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧は、R5 事業評価と書くことにします。最初に、この事業を行う必要性を説明します。言うまでもなく、日本は、島国で、離島の数も多い国です。佐渡島や淡路島のような本州に近い島だけでなく、台湾の方が絶対近い石垣島や、太平洋に浮かんでいる小笠原諸島などを思い浮かべれば、よくお分かりでしょう。正式な日本の島の数は、かなり多いはずですよ。本州も一応島ですからね。こういう国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対しては、脅威の圏外から対応しなければならないという考えが優勢です。一番わかりやすい例ですが、尖閣諸島へ上陸された場合は、沖縄では、なく本州から対応するということを考えているのです。そう考えると、本州等から十分届く射程を持った兵器、侵攻部隊を効率的に迎撃できる兵器が必要という結論に至ったのでしょう。こういった兵器とスタンドオフミサイル等を併用することで、マルチな対応もできるはずですから、逆に、敵には、複雑な対応をさせることができると考えたのでしょう。同じ場所から同じ兵器で攻撃していたら、反撃はたやすすぎますからね。様々な場所から、様々な武器で攻撃を仕掛けることが有利ということは、素人でもわかります。R5 事業評価には、新兵器17種類の開発研究概要が記載されていますが、その中の、新艦対空誘導弾能力向上型について分かったことがあります。開発が終わったばかりなのに、なんと、来年2024年には正式採用予定になっているのです。この採用も早いのに、能力向上型と称する改良型の開発を来年にはスタートすることを示唆しています。コンピュータは、1年で10歳年を取ると言われますが、兵器もそういうことなのでしょうか。費用対効果が悪すぎませんか？コンピュータの進展に同調して開発が進んでいるとは思いますが、そんなに次々更新する必要があると予算が心配です。改めて説明しますが、陸自の丸3式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを乗せ、長距離艦対空ミサイルに改良したものが新艦対空誘導弾となります。このミサイルには、横方向に動かすための動力装置、サイドスラスター、サイドスラスターを追加する予定だそうです。つまり、パトリオット防空システムパック3のように、特殊な迎撃ミサイルに進化させる計画でしょう。となると、ターゲットは、弾道ミサイルと極超音速兵器で、これらを終末段階で迎撃することと思われます。パトリオットは、
1990年から始まった湾岸戦争で有名になったミサイルですね。愛国者という意味ですが、どちらにとっても愛国者というわけにはいかないようですね。世界各国で開発が進められている航空機や誘導弾ですが、どこでもマルチなスペックアップが期待されているようです。従来まで汎用護衛艦に設置されていた誘導武器システムでは、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイルには十分に対応できない、あるいは難しくなりつつあるという認識が一般的で、どうしても新しい方策を求めることになっているようです。具体的には、ターゲットが軌道を変えても、誘導弾がちゃんと追跡していくこと、シーカーやサイドスラスター技術を確立し、日本の周辺海域に展開させ、任務に当たる汎用護衛艦の作戦能力向上なども考えているようです。高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等に高高度で対処ですが、ロシアの極超音速巡航ミサイルや中国の対艦弾道ミサイルと極超音速滑空ミサイルなどが迎撃のターゲットになるようです。R5 事業評価の中に能力向上型新艦対空誘導弾が弾道ミサイルや極超音速兵器へ対処するとは一言も書いていません。しかし、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等とは、こういったミサイルに間違いないでしょう。わざわざ名前を挙げなくても、名指ししたのと同じです。高高度では空気の密度が薄いので、空力操舵では細かい操作がやりがたくなるので、サイドスラスターを使用して高い機動性を維持し、高高度から落ちてくる弾道ミサイルや極超音速兵器を終末防御するという計画なのでしょう。前述の通り、新艦対空誘導弾とは、陸自の03式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを付加して長距離艦対空ミサイルに改良したものです。そして、改良型の新艦対空誘導弾能力向上型はサイドスラスター装備と明記されました。となると、丸三式中距離地対空誘導弾改めの改良型である03式中距離地対空誘導弾改め能力向上もサイドスラスター装備と考えていいのではないでしょうか。丸三式改めや能力向上新機分は果たしてどんなフォルムや仕様になるのか、現状では全く情報は入ってきません。仮にアメリカのパトリオット防空システムのパック2 GEMT のようなものだとしたら、フォルムは変わらないとしても、中身だけが変わることになるのです。また、パック3のようにサイドスラスターを備えた、全く別物のミサイルだと仮定すれば、予定されている開発期間ではあまりにも短すぎるのではと心配していたのですが、幸いなことに、この予想は外れたようです。丸三式中ザム改め能力向上新規研究開発分が完了する2028年、令和10年には、新艦対空誘導弾能力向上型のテストがスタートし、2031年、令和13年には開発完了の予定になっているようです。本当に進み方が早いですね。国民生活に直結している食料問題や資源問題については腰が重いのに、兵器に関してはアメリカからの要求があるから動きが早いのかなと邪推してみたり、タイトルにはパック3かと挙げましたが、サイドスラスターを持ったミサイルが全部パック3になるわけではありません。サイドスラスターには大量の小型固体燃料ロケットを持つもの、パック3型とシャッターをつけて側面噴射をオンオフさせるもの、アスター型の2種類があります。アスターは花の名前ですが、政府の支援を受けたフランス企業が製造した対空ミサイルです。人間を攻撃するものに人間を癒してくれる花の名前をつけるとは、なんともグロテスクだなぁと感じるのは筆者だけでしょうか。さて、丸三式中ザム改め系統へもサイドスラスターを装備させるそうですが、どちらになるのでしょうかね。アスターのサイドスラスターには噴射穴が4つあって、シャッターで開閉して噴射をコントロールしています。燃焼室は1つしかないので共通になります。パック3型がいいのかアスター型がいいのか、なんとも判断はしかねます。どちらにしても、高額の国家予算を注ぎ込むわけですから、納税者としては、コスパのいい、
長持ちする高性能なものを購入してくれとお願いしたいです。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な感染係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では、巨額が動くことによって、トラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を、日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を海上航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片護衛艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県の新田原基地に配備されることになっています。馬毛島を、
この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自のカノヤ、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは種子島の西の表市です。ここでは2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する八板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致に、賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で、常駐させる予定です。そのために、種子島に宿舎を建設して、隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で、問題になっている箇所は、種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波日下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300M の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、
乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に艦載機パイロットは空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は、10日間ほど、昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では、騒音問題が多発し、住民も、防衛省双方にとって、苦いものでした。日本国内では、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地と横田基地などと、併用で実施されていましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は、日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は、厚木基地から硫黄島基地まで、1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や、航空機の疲弊、燃料消費などによる、経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には、空母艦載機が、山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも、岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとっては、どうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが、馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は、国が購入したようですが、残り、わずかな面積は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは、西之表市が所有する土地です。これをもって、矢板西之表市長をはじめとする、反対派が、私有地を拠り所として、反対意見を表明しています。また、島の固有種である、マゲシカの絶滅危惧を訴えることで、自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が、施設整備に、賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は、大きな障害とはならないと考えているようですね。